2月の、6日ですね。週末土日じゃあ土曜日来れたんですけど、ちょっと寝坊っていうか、すごい岩洞湖マイナス20度以下に下がってたので、ちょっと控えました。で、今日はちょっと平日、月曜日ですけど、ちょっと休みが取れたので、ちょっと岩洞湖の方に向かいたいと思います。わ、今、時間が7時過ぎたんですけど、通勤ラッシュにはまってしまいました。岩洞湖に着くのは8時過ぎか、それ8時過ぎですよ。についていつも通りスタートは9時過ぎになると思うんですけど、あれですね。で、今日は結構雪が降ってて、で、気温は午後ちょっと上がりそうなんですよね。プラスになるか、だからもう状況としてはいいんですよね。かなりいいと思います。あの、晴れてる時より曇ってた方が断然釣れるので、今日はチャンスじゃないかなと思うんですけど、ちょっと出発遅れましたね。行ってみたいと思います。今日は雪って言っても小雪程度ですね。で、今日大志田と岩洞湖どっち行くか迷ったんですよね。迷ったんですけど、まあでも大志田はちょっとファミリー向けなんで、あれですね、やっぱちょっとファミリー向けなんで、ちょっと遠慮してしまいました。ちょっと万が一相当釣ったらということも考えて、確か大志田は2月の19まで予定してるそうなので、ぜひ家族連れとかで行っていただきたい、まあ、ポイントですね。で、今日はやっぱ岩洞湖向かいたいと思います。ポイントはいろんなので見たんですけど、レストブログ掲示板ですね。あとインスタとかフェイスブックとかいろいろ見たんですけど、まあ、今年あんまり今日そんな数はそんなに釣れてない感じなんですよね。でも型はなんかちょっといいみたいなんで、まあ、その分楽しめるんじゃないかなと思います。ちっちゃいの釣ってもあれなんですよね、食べる分っていうかは少なくなっちゃうので、やっぱ型がいいっていうのはかなりの、もう魅力的な部分だと思います。で、ポイント、今日のポイントですけど、やっぱいろんなの見て、この前のポイントまた行こうかなと、園庭付近ですね、園庭のあたり。まだ釣れるんじゃないかなと思うんですよね。絶対釣れると思うんだよな。なんかいても食わないとか、魚がやっぱり入ってこない。ゆっくりでもカメラで見たんですけど、回遊スピードがゆっくりなんですよね。もうイルワカサギみたいに見えちゃって、ゆっくり多分回遊してるとは思うので、まあ回遊してくれば釣れるじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと行ってみないと分かんないので、とりあえず向かいたいと思います。もう2月に入ったんですよね。もうあと1ヶ月もしないうちに渓流釣りも解禁になるんですよね。いや、これで渓流釣りは今年はかなりきついんじゃないかな。入るっていうか、もう手前しか入れないんじゃないかな。渓流釣りですね。年券もまだ買ってないですし、県の共通まだ全然、そろそろ注文しないといけないんですけど、でも3月一日には行
どうでしょうね、あっちの沿岸河川はいいと思うんですけどね、気仙川とかあっちの葛飾川とか、あの釜石とか大船渡方面ですね。遠野もまだ雪あったかな、遠野もですね、雪ありますね。遠野は釜石になると全然雪がなかったですね、全くなかったの。この前3日4日前に釜石行ったんですけど、雪が全くなかったですね。もう春みたいでした。なんでこんなに違うのかなっていうぐらい盛岡と。で、渓流もですけど、まあまだワカサギ始まったばかりなんで、そっちにまず専念してですね、行きたいと思います。今、実はもう岩洞湖にほぼ近づいたんですけど、気温がマイナス4度ですね。あったかいですね。めちゃくちゃあったかいですね。なんか最低気温のあれ見たら、マイナス、夜中ですね、深夜にマイナス16度ぐらいまで下がってたんですけど、マイナス4度、これはあったかいですね。岩洞湖かなりあったかい、これはね、いい状況だと思うんですけど、で見たいと思います。たくさん釣れるといいんですけどね。今レストハウスに到着しました。7時45分で45分で家から来た。いやー、お客さんは今日少ねえな。少ないですね。まあ餌とちょっと食料っていうか、おにぎり程度ですけど買っていきたいと思います。静か。いや、もうテレビ局が来てたらしいですけど、一応餌とこのうどんは今日は食べないんです。そっか、それはそれは。どうでしょうね、今日はなかなかいいんじゃないかな。いつもの園庭下りですね。下りはさほど、こっちちょっと深いんで、まあこっちですね。ランタン置いてか、ちょっとランタン置いてゆっくり。あ、ひっくり返った、やっぱりひっくり返った。よいしょ、よし、仕方ない、ちょっとあとゆっくり。木がやっぱ詰まったから深い、深いです。ちょっと入れて、この前が 7.7 だったんです。障害物かなこれ。でもいることはやっぱ障害物が多いんだよな、浅いと。次このそこにいるのが、赤いのがそこで、ちょっと浮いてるのが魚なんですよね。均等に入ってないんで、これは明らかに魚ですね。入ってきてるね、ここ。これ多分餌入れると
真っ赤になりますね、これ。途切れてまた入っていく。ここにしようかな。またこの辺り、うん、いいですね。ここにしよう。ちょっとですね、ランタンのカバーがなかったので。ありましたね、そこに。落とし物発見です。発見ありました。今日はですね、多分ペグは2本打ったんですけど、雪乗せるだけでいいです。多分雪も、雪だか風もないんで、全く雪だけで十分です。まあ、今日みたいな日はドリル刺しても全然凍らないと思うんで、あったかいな今日。もう春みたいになってきちゃう。よいしょ。よし。これで全然 OK だ。